にありがとうございました。昨日、今シーズン限りで現役引退を発表しました。ナンバー6、日野俊樹選手から一言ご挨拶いただきたいと思いますが、その前にブラウビッツが来たサポーターから花束の贈呈があります。日野選手、どうぞ前の方にお越しください。
皆さんの応援というのは僕らに遠いアウェイでも必ず誰か、応援してくださり、さらに準備より少ない人生の中、本当に声を張り上げて、私たちをサポートしてくださって、本当に、勇気をもらいましたし、力強くもらいました。本当に1年間ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。あと運営を手伝ってくださったボランティアの皆さん、伊香保、三島、そして矢橋と、皆さんのサポートとしては自分たちがサッカーに集中して試合をすることは本当に難しかったと思います。皆さんの支えがあってからこそのホームゲームだと強く感じました。本当に1年間お疲れ様でした。最後に、もしですね、ブラブリザー来たを知っておきますが、秋田に来て6年間、多くの人に本当に支えてもらって、ここまでやってきました。ここまで、なんとか踏ん張ってやってくることができました。本当に多くの人に支えてもらいましたし、まあ、感謝しても本当に感謝しきれないぐらいの本当に支えをしてもらって本当に僕自身で幸せを感じています。本当に6年間支えてくださいこの1年間ブラブリザーの人を応援してくださいまして本当にありがとうございました。横山監督に今一度鮮烈な拍手をお送りください。以上をもちまして、シーズン終了セレモニーを終了いたします。選手の皆さん